だ上空は青空が残っています。6時過ぎのキックオフ予定です。それからストライカーでは徳田誉れ、6月16日新潟戦でデビューをしたケータ、最前線ディエゴ・オリベイラです。試合が始まるところですけれども、今ポポビッチ監督は森重を見つけてずっと話をしてました。さあゲームスタートです。小泉のフルス対決、スタンドからは少しブーイングが飛びます。スペースに白井が出る、追いついてマイナス、折り返し中川、徳本、長いボール、遠藤啓太、つながる、折り返し、ディエゴ・オリベイラ、素早いリスタートから決定的でした。東京よくブロックしましたね。スーキューマー溜める、逆サイド仲間受ける、スルーをした、諸岡打つ、ラボが受ける、ハム見事、最後は名護先制、鹿島先制ゴールの後は中盤から後ろの選手はシュートブロックをした関川のところに集まってきました。いや、自分たちの守備からですから早かったですね。スピードを止めずオーバーラップ、中確認、ノードから降りて鈴木優、決定機でした鹿島。先制ゴールを挙げた名護のキック、知念、うまくスペースに入ってきました。疲れてる感じはありますよね。こう自分たちがもう少しこう動きを出したいところだと思うんですけど、やはりこうブロック作られてるのでなかなかスペースが見つけられない。遠藤残す、ターンをする、中を見ながら打ちに行く、この力で追いついてみせた東京。最後に出たボールを収めてディフェンスをかわし、角度のないところからフィニッシュ、まあね、ブロックを作られて、ね、なかなか、ね、中はないっていうところで一気に背後を、ね、個人の力でこじ開けました。もう仲間もジェスチャーしてましたけれども、ちょっとこう小柄な両サイドバックをめがけてハイボールというのはイメージしているようです、うん、前半が終わりました。まあ、それは交代出場を見込んで、まあ、後半のどこからかなという逆算でもあったかもしれませんし、そうです、ね、急いで動いてましたもん ね、 そうですね。後半です。左エンドにホーム鹿島、安西幸喜、このパスがつながった、諸岡キープ、後ろノーノー、中確認、ワンタッチからラストパスが来ます、ルーズボール、ノーノ、左足、迷わず振り抜いた左足、勝ち越し、いや、よくせぬ形でボールが落ちてきましたけれども、迷わず振り抜きましたノーノ、そこは使わず中、ちょっと迷った、小泉、安西、遠藤啓太、遠藤打つ、すぐに取り返して俵積みだ、中に運んでいきます、遠藤左足正面、先に触りましたが、ノーノが内側にポジションを持ってダイレクトパス、徳田につながった、決定機だ、木本も前線に立ちます。先ほどはこの森重が競り勝ったところでしたが、試合終了、逃げ切りましたアントラーズ2対1。